だけにいきますね。じゃあ45度より少し立ち気味ですね。その真ん中あたりから、右上がりの位置を変えた時にこの長さがだいたい一緒ぐらいでいいです。この線の左寄りから今の横の線の1.5倍ぐらいで持ってきますね。そしたら、1画目より上から角度を揃えて45度よりも立ち気味で持ってきます。ここが平行にいく感じで、この長さよりも長めにまっすぐ右上がりで持っていきますね。そしたらやっぱりこの線の左寄り、真ん中ではなくて左寄りから左の縦よりも長めに持ってきて抜いていきます。